海さくら。第195回海さくらゴミ拾い、始めていきたいと思います。ちょこっとだけ司会進行を務めさせていただきます、海さくらスタッフの多田直人と申します。よろしくお願いします。海を守る正義のヒーローシーセーバーどうぞ。いやかっこいい。ゴミ拾いの最中もシーセーバーはいますので、ぜひ気軽に声をかけたり一緒に写真を撮ってみてください。それではここで、代表の古澤から挨拶をもらいたいと思います。古澤さんお願いします。皆さんおはようございます。新年最初のゴミ拾いにお集まりいただきましてどうもありがとうございます。2024年も海さくらはですね、目指せ日本一楽しいゴミ拾いを合言葉に楽しくやっていきたいと思います。最近多くの人がゴミを拾ってくれたりしているので、あまり多いゴミはないんですけれども、日によっては雨が降った次の日とかは町川のゴミがたくさんやってきます。なので今日ないからといってもう来月いいやと思わずにですね、今日は今日で海を楽しみながら、ちっちゃなゴミまたはなんか川のですね、そこの下のところにゴミが溜まったりしますので、そういったところをご協力いただければと思います。とにかく無理をしないというゴミ拾いが海さくらなので、今年も楽しんで海を楽しんでゴミ拾いをしていただければと思っております。2024年楽しくいきましょう。どうぞよろしくお願いします。すいません。いや、怖がらないで。どうですか、ゴミ拾いは。いろんなゴミがいっぱいあって、なんか危なそうなものも結構あるから、まだ川に拾わないといけないし、皆さん、思います。ゴミ拾いどうですか。結構たまります。あ、本当ですか。ちょっと見せてもらってもいいですか。プラスチックとかガラスが多いですかね。どんなとこが楽しいですか。なんか全然ないんじゃなくて、なんとなくゴミが。ちょっと歩けばあるっていうのでやりがいがあります。もともと環境に興味があって、なんかボランティア活動をしてみたいなと思って、そのスマホで見たらその海さくらさんがあって、それでおっと思って参加してみて、それでやりがいも結構あって楽しくて、それでやったら1年ぐらい。ゴミ拾い、ゴミ拾い楽しい。楽しい。将来いっぱい拾う。あー、やった、すごいね。お父さん喋ってないですか。喋ってないです。それでは始めていきましょう。面白いゴミ拾った選手権。拾いました。おもかき拾いました。皆さん見てください。湘南マラソンで走った時に無くしてしまったスマホのカバー。全部飲み残してるユベラの薬。スマホのカバーとスマホ。おめでとうございます。ゴールデントーク嬉しい。はい、すごい嬉しいです。じゃあこれでゴミを拾ってください。ありがとうございました。海にゴミは行かせない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 。ありがとう、おめでとうございます。おめでとうございます。みんなの楽しく活動できたらいいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。昨年1年間通って江ノ島のことがますます大好きになりました。まさか2年も続くとは思わなかったので、すごく嬉しいです。おめでとう、ありがとう。これからもよろしくお願いします。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5年前からまさか続けてここまで来るとは思ってなかったんですけども、ようやくたどり着いたんで、これからも続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これにて今日のゴミ拾いは終わりになります。どうもありがとうございました。俺たち海さくら。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして海さくらを応援してください。概要欄から SNS のフォローもお待ちしてます。